この2つがマッチしないと、まあ、キマイラが生まれるということで、このキマイラっていうのは何かというと、まあ、本来はギリシャローマ神話にね出てくる怪物なんですけど、最近ゲームとかに登場するらしいです、してるらしいですね。まあ、私が学生の頃はキマイラとかいうのは誰も知らないんで、本に出てきた時に一体何だろうとかね思ったし、それを知ってると少し偉くなったような気がしたもんですけど、最近は非常にポピュラーになっちゃったらしいです。で、頭はライオン、胴体はヤギ、尻尾は毒蛇ということで、まあそういう頭と尻尾がね合わないというか、そういうまあ怪物ですよね。それだから日本語がそういうふうになっちゃうということで、まあ、その例をいくつかお示ししますね。これはなかなか面白い文章で、これは阿部寛久という方の文章力の決め手という、あと参考書として挙げておきましたけど、に出てきます。大変面白いですね。今年2月には、警視庁がインターネットサイトの架空請求グループの仲間を監禁して暴行し、4週間の怪我をさせた上、現金を奪ったとして、岡山県の男5人を逮捕ということですけど、まるで警視庁がですね、監禁して暴行してみたいで、大変な事件ですね、もしそれがあったらね。これは日本経済新聞でも大新聞に載ってたということで、ちょっと信じがたいんですが、まあ、一番簡単なのは、まあ、警視庁側の後にね、ちょっと点があればね、それだけでも、まあ、そう、まあ、分からない、分かりやすくなると思いますけど、あるいは次のように、直した方がいいと思う。今年2月には警視庁が和歌山県の男5人を逮捕した。まあこの最後の部分をですね、まあ、頭と最後、まあ、くっつけちゃうと、直結させるということですよね。まあ、結局警視庁がっていう主語は逮捕なわけですから、それを直結した上で、あとはまあインターネットサイトの架空請求グループの仲間を監禁して暴行し、まあ、4週間の加害をさせた上、まあ、現金を奪ったとの、まあ、容疑っていうふうにすれば、まあ、もちろん問題なくなるということで、キマイラではならないと。ただこれは本当にこんな記事があったんじゃなくて、この安倍さんっていう人方ですが、まあ、若干4文字ほど訂正してたので、まあ、こうなっちゃってるらしいです。はい。まさか経済新聞がこのまま載せたってわけじゃないということですね。ですが次の文章はどうでしょうということで、これはですね、まあ、陣内さんという方がイタリアの街角からって、これは本当にこういう文章があるみたいですが、このちなみに陣内さんという方はテレビで、ね、拝見したことがありますが、確かその時はベネチアかなんかの街を、ね、案内してたんですが、そういう都市 の仕組みによく詳しいという方で、もう本当に嬉しそうに街の中を、ね、歩いておられました。で、まあ、イタリアの街のこと非常に詳しい方のようなんですけど、こういうふうになってますね。イタリアの過去カフェテラスでは会話が大事だから、ほとんどの椅子が街路側に向けて並べられ、道行く人と視線のやり取りを楽しむフランスのような気取りはないと。で、これね、最初はイタリアの話だと思って読んでるんですけど、途中でフランスになってでしょ。一体どっちのことなのかね、ちょっと分からないんですよね。どこからフランスになったのか。まあ、ということで、これはこのまま出会いでも分かりにくいので、まあ、整理しますと、フランスのカフェテラスではほとんどの椅子が、まあ、街路側に向けて並べられ、道行く人と視線のやり取りを楽しむが、イタリアでは友人との会話が大事なので何ですか、大事だからそのような気取りはないというふうに、まあ、言いたいことはこうだということですね。さっきの文章をもう一回見ますと、そこに、まあ、よく読めばね、分かるんでしょうけど、でもやっぱり街路側に向けて並べられてるのがイタリアなのか、ね、フランスなのか、やっぱこれだとイタリアになっちゃいますよね、どう考えてね。ですので、まあ、本当に言いたいこととしては、街路側に向けて並べる、まあそうですね、街路側に向けて並べるってことは通行人と視線のやり取りが、まあ、起こるということですから、まあ、それはフランスの話で、イタリアではなんか友人との会話が大事だからっていうのは、まあ、あったんですけどね、最初もあったんですけど、そのような気取りはない、つまり、まあ、街路側に向けて椅子を、ね、並べることはないということですね。
まあ、これもだから非常に混乱してしまう。これはおそらく私が思うのはこの陣内さんは多分そのイタリア語が非常に堪能で、あたかも翻訳したみたいになっちゃったっていうのかな。だから、まあ、欧米語であれば関係代名詞とかが、ね、ありますから、まあ、こういう曖昧な結果にならないということはあるんで、まあ、よく翻訳で私もドイツ語なんですけど、私は専門はドイツ語なんですが、翻訳するときにちょっとこんなふうになってしまうという、ね、恐れはよくあるんですよね。そのまま日本語にすると。ですのでそこは気をつけないといけないなと思いました。どうですね、日本語だとその関係詞ってないですから、まあ、今みたいに2つにやっぱり分けた方が、分かりやすくなるということですね。まあ、これはだから楽しむ、まあ、文としては一つになってますけど、まあ、楽しむ側で、ね、まあ、一つの文、そしてまあイタリアでは二つ目の文ということで分かりやすくなっていますよね。ただまあ上のような文章を書いてはいけないのでしょうかということなんですけど、つまり、まあ、こういうふうになってしまうことはまあ、しばしばあるので、書いてもいいんですけども、私が思うのはやっぱり読み直したときに、だからまあ本にこの方もねされたわけですが、やっぱり読み直したときに、まあ、読者の立場で読んだらね、やっぱりこれは分かりにくいなっていうことが、感じられたはずだし、まあ、本当はこういうのは編集者がね気をつけてこれはちょっと直した方がいいですよとアドバイスしないといけないような例だと思いますが、まあ、書くこと自体はいいんだけど、それをまあ直せるようにならないといけないということで、まあ、今日の、テーマとしてはそういうことで、一旦ね書いてしまったとしても後でどう直せばいいかということを、直せれば問題ないんじゃないかということですね。でここから私が授業の方で、まあ、ちょっとおかしな文として挙げてる、あ、これですね、まあ、読み直して直すことが大事ということで、まあ、授業でもよく提出する前にね読み直しなさいということを しつこく言うんですけど、そうしてます、レポートとかでやってね。私も若い時そうでしたけど、レポートをこうギリギリで書くことが多いですよね、締め切りギリギリとかで。まあ今だとメールで出したりしますけどね、23時59分とか締め切りがあったりしたら、だんだん迫ってきたらもうとにかく出来上がったら送っちゃえということで、見直す暇がないということが、まあ、現実には起こると思いますけど、やっぱりちょっとでも時間があったら見直して、見直すと恥ずかしいんですよね、最初自分の文章そんなに自信がないから。だから余計なんか見直したくなくなるんですけど、それではいつまでたってもまあ大人になれないというか、ちゃんと自分のね欠点も 見て直せるようにならないと、大人にはなれないということで、それが大事だと思います。で、そのちょっとおかしな文を、まあ、授業でもやってるんですけど、気前で対策を考えていこうということで、まあ、これもよくありがちなんですけども、私の部長としての目標はリーダーシップを発揮して部員を引っ張っていく一方で、部員にとって身近な存在であり続けることは非常に難しいと思いますというふうになっちゃってるんですけども、まあ、こういうのは話し言葉ではねしばしばありがちなんですよね。この部長さんになってなんか挨拶しなきゃいけないということに聞くときに、まあ、ここではだから上の部分も言いたいし下の部分も言いたいという、まあ、そういうことで心の中にこうそういう思いがあふれてますので、それをこう一つでの文にしてしまったという、いう例だと思いますね。これどうしたらいいでしょうかね。今日、まあ、2つあるいは3つぐらいに分ければまあ分かりやすいですよね。まあ、両方2つのだから目標がまあ2つあるっていうことだと思うんですけど、リーダーシップ部員を引っ張っていくことと、がまずあって、同時にね、身近な存在でもありたいと思っていますと。ですけどその2つを同時に叶えることは難しいと。まあ、まだ続きがね多分あるんですが、それをまあどうやってやっていきたいかという話になると思いますけど、まあ、話し言葉ではねこれ聞いてもそんなに多分気がつかないと思うんですよね、おかしいということは。ただ文章になるとやっぱりおかしいので、その点がまあまあ、見直して気がつくといいということで、まあ、今言ったことですね、一時にどうしても言いたいことを一言で一つの文で言いたくなるので、これは話し言葉でもそうですが、書き言葉でも同じことなんで、整理しましょうということになります。まあ、次もちょっと似てますけど、あれ似てないか。次は宝くじで100万円が当たったらどうするだろう。まあ、これはいいんですけど、
最初に頭に浮かんだのはプリティウマンのように一日を贅沢に使ってみたい。これもですね、まあそういうふうに話し言葉で言ったら全然おかしくないんですけど、やっぱり文章とするとちょっと変ですよね。一応これ初級編なので、ここはやっぱりおかしなのはやっぱりさっきの気まいらになってるわけです。まあ、頭に浮かんだのは、贅沢に使ってみたいと、まあ、繋いでみるとおかしいじゃないですかね。うん、それ、まあ、そこが問題なんか、だから、まあ、使うことですとかね、頭に浮かんだってこうなんかイメージですから、それを何かこう名詞の形でこう収めないと、使ってみたいっていうのは私ですからね。私は、まあ、一応この文章の分にはないので、まあ、そこを、まあ、一番簡単にするとすれば、まあということだというふうに、まあ、贅沢に使うということだというふうにすれば解決できると思います。まあ、にもう少しやってみましょうか。今度は中級編な、急に中級編になってますが、上司の助言はもちろん、同僚とも議論し何度も計画を練りましたという、まあ、これは会社組織でよく行われることだと思うんですけど、まあ、これもありがちなミスで、まあ、これはだから 上司の助言をじゃあどうするのかっていうのは、まあ、書いてないわけですよね。うん、だからやっぱり助言を、ね、無視するのか、まあ、無視は多分できないから、まあ、参考にするとかね、まあ、そういうことが当然したわけですから、もちろんまあ議論したっていうんだと、まあ、ちょっとやっぱずれちゃうわけですよね。まあ、首と胴体がずれてるというか、まあ、議論の中で使ったんだろうというのは分かるんですけど、やっぱり短い文なんだけど、上司の助言がね、まあ、受け手がないというかいうことになってるわけですよね。次のは、その日は銀行が休みだったのでコンビニの ATM を利用するのは久しぶりだと。まあ、これもですね、言いたいことは分かるんですけど、なんか変ですよね。休みだったので久しぶりだったっていうとなんか変ですよね。まあ、休みだったのでまあ利用したわけですけど、久しぶりだったって締めてあるので、ね、これどうしたらいいでしょうか。これまあなかなか、その日は銀行休みだったので久しぶりにコンビニの ATM を利用したというふうにすると、非常に自然な文になりますよね。私はこの点を考えると、 A さんの提出した論文は現象を単純化しすぎている。これもまあ中級編かもしれませんが、こういうのもよくね、まあ、話し言葉でよくやると思うし、問題ない、話し言葉では問題ないんですけど、日本語として見ると文章として見るとですね、この点については私は書いたらいいですかね、この点については点でした、私は A さんの提出した、あるいはこの点について言うとかな、この私は A さんの提出した論文は、まあ、現象を単純化しすぎていると思うと、まあ、考えるか、はい、でいいと思いますね。あるいはこんな言い方もあると思いますね、この点についての私の考えではというふうにして、あとはまあそのままということですね。まあ、そういう点もありますよね。まあ、論文なんかだとこういうケースはよく出てくるかと思いますね。下の方はね、ちょっとまあ、一見見たとこ問題ないように見えるんですよね。どう思われますか皆さん。今やコンビニはそのコンパクトな店構えと、まあ、買い手のニーズをつかむことができる店として、またしたようなところで出店していると。まあ実際その通りだし、特に問題ないさらっとね、なんかスルーしてしまいそうなんですけど、これもでもある文章論の本でやっぱり間違いとして、まあ、訂正した方がいい例として出てたんですよね。これ店構え「と」ってなって、そうすると「と」だからパートナーがねどこかあるはずなんですけど、そのパートナーが何か次の文、買い手のニーズをつかむことができる店、まあ、そこがパートナーなんでしょうけど、その方何て言うかな、店構えは名詞なんだけど、買い手のニーズをつかむことができる店っていうのがそのまま「と」でつなぐにはちょっとね、バランスが違うっていう、悪いというか、そういうことがあると思うんですよね。だからそこのところに何かをこう補うことが必要になると思うので、授業ではいつも店構えを武器にというふうにしたらね、
まあスムーズにいくんじゃないかと思って、コンパクトな店構えを武器に買い手のニーズをつかむことができる店として、うんなんていうふうに、そういうふうにして、はい、店構えの後に補っていただくといいかと思います。次ですね、これはですね、朝日新聞に長く勤められた外岡秀俊さんという方がおられますけど、この人は私よりちょっと若いぐらいの方で、ちょっと余談になっちゃうけど、確か学生の時にですね、文芸賞っていうのを確か取られた、なんか小説家志望だったと思うんですが、まあ、そういう賞を取られたのに作家にはならないで新聞記者に、ね、なられて、まあ、海外特派員とかもされたと思いますが、この外岡さんという方 の、 大人のための作文教室っていう本が、まあ、最近出てますけど、にある一文ですね、東日本大震災は私が今まで想像していた、まあ、自然の脅威をはるかに超え、自然の怒りをまざまざと、まあ、見せつけられた思いだということなんですけども、これはこれある読者が書いた文だったと思うんですけどね。これは外岡さんによれば、この文は2つに分けた方がいいと言われているんですよ。まあ、前半と後半ですよね。で、分けるとどうなりますかね。その理由としては、まあ、前半は東日本大震災が主語であって、後半は、まあ、思いだったですから、これはまあ私とかね、なりますよね。ただ私の感覚ではですね、この文はこのままでもいいんじゃないかと逆に思うんですよね。だからそれは日本語っていうのは主語をね、言わないことも許されるということで、まあ、後半の主語は私ってことは分かる、まあ、自然と分かるし、まあ、そういう意味で前の主語とね、後の主語がちょっとずれてるじゃないかと、まあ、気まいらじゃないかと言われたら、まあ、ちょっと否定し、違います、言いにくいんだけども、まあ、活字で書いてみると分かるんですけど、なんかおとなしくなっちゃうんですよね、そうなるとね。つまりこの自然の脅威があって、それがこう直接ね、怒り、自然の怒りっていうふうにこう見せつけられたっていうふうに、こういうふうに一つの文にした方が、なんかそのショックの感じっていうのが残る、出せてると思う、表現できてると思うんですね。2つに分けると非常になんか客観的になってしまって、しかもその私が思うのは、この後の方、後半の文っていうのは必ずしも私だけが主語じゃなくて、これは日本人全体ですもんね。だから私にしてしまうとそれがこう小さくなってしまうので、これ日本人全体がそれを見せつけられたっていうことにもなるわけで、そういう意味ではこのままの方が、だから新聞記者としては私は失格かもしれませんが、私はだから今後はちょっと皆さんどう思われますかというふうに問いかけて終わりたいんです。